ウルソデオキシコール酸上 100mg、等はウルソデオキシコール酸は、単重酸の一種、ウルソディオールとも呼ばれる。腸内の微生物によって代謝された二次、単重酸である。ウルソデオキシコール酸は日本において、伝統的な民間薬である動物性の気薬、有炭の主成分として知られている。現代では、ウルソデオキシコール酸は、化学合成が可能であるが、 漢方薬としての有炭も未だ陳調されている。有炭は熊の糸もいい、月の輪熊やヒグマの胆のを乾燥させたもので、検疫効果を含む消化器系全般の薬として用いられる。特に胆石の治療に効く、傾向可能な数少ない漢方薬としてよく用いられる。傾向での苦味が強いが、胆汁の流れを良くし、 炭石を溶かす効果が認められており、ウルソレオキシコール酸を主成分とする蛍光炭石溶解剤も製造されている。ただしこの治療法で炭石は完全に取り除けないため25%の確率で再発するリスクを伴う。治療期間が6ヶ月から36ヶ月と長い上、原因となる胆脳は温存し続けるため患者は 経口摂取を生涯にわたって続けなければならないことがある。ありがとうございます。